いよいよ夢のゾゾマリンで試合でーす。あれ2部ですよ。えぐい。全国始まって戦ってた。毎回見てる。いやー緊張やな。来ましたね、ついに。ついに来ました。ゾゾマリンということで、はい、頑張ります。ね、本当にいいよね。球場で野球できるのって本当に年1回とかでの方がね、こう貴重だし、思い出になるし、同じ草野球チームのみんなとフロスタでできるのが嬉しいですね。さあ、今日何時に起きたんですか？今日はでも7時とかに。7時？はい。俺起きたら9時過ぎだった。7時に起きて、朝起きたらなんだかんだ飲まねえって言ってたのに、昨日の夜の3時ぐらいまで飲んでたせいで激痛で起きました。誰が飲んでんだよ。一人で風呂の中で5002回負けてた。ふざけんな、次はケンじゃねえか。YouTube 始めてからは初プロスタかもしれない俺。以前土曜日で2014か15年ぐらいにあのメトライフドームね、あの時は、はい、西武ドームでやりました。あれきっかけ、あの翌年から YouTube を出そうぜってなって、はいはい、じゃあしっかりと、準備をして、はい、いいプレーできるように、はい、いい思い出できるように、はい、頑張りましょう。はい、行きましょう。先に。あ、わかりました。はい、行きましょう。行きましょう。手を行きますよ。今日装着品を紹介します。はい、アームスリーブ、GS アームスリーブ、アシックスのリストバンド、マーク・ウィーディさんのエルボーね、エルボーアームスリーブ、マーク・ウィーディさんの手首カードです、はい、で、こちらローリングスのヘアバンドも装着しております。行くぞ。来たね、来たね。もちろん、もちろんベンチ寄り、ベンチ寄り。いいね。あー、ごめん。これ上行ったら最悪だね。結構ピンキリよ。Yeah, let's go! Yeah. Okay. Get an end! Yeah, 見やすい。球場見やすい。Get an end! はい、音。じゃあ、いよいよね、まあ、細かいことは LINE とかでも伝えてあるんで、楽しんでくださいね。みんなで集中して全員で試合に頑張ろう。じゃあ、ありがとうございます。ついに待ちに待った。これ来ました。準備できますか皆さん。行くよ。
あんまりいまいちだ。緊張ほぐして。緊張ほぐして。ポイント、ポイント。ポイント、ポイント、ポイント。準備できてますか。今日はですね、皆さんに思い思いの気持ち持ってプレーすると思うんですけど、チームとしては絶対勝つこと、それだけ考えていきましょう。今日しっかり勝ち切って、飯島さん胴上げして、気持ちよく今季終わりにしましょう。成功、成功。シー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 、はい、はい、オッケーオッケー、はい、頑張ります。はい、ということで、いざ、ZOZO マリンでの決勝戦、プレイボールになります。先頭は斉藤さん。さあ、緊張の1球目。相手ピッチャーの球は、ゾンと、おっと、初球からまさかの133キロ、剛腕ピッチャーです。ただ、初球は外れてボール。さあ、2球目。これも外れてボール。しっかりと見えてますね、斉藤さん、いいですね。そして3ボール1ストライクとなった5球目、これも外れて先頭3フォアボールです。ナイス戦です。さあ翔平、1打席目から攻略できるか。今シーズンね、斉藤先輩1番2番、まあ2番翔平、1番2番のこのコンビで数多くの試合先制してきました。さあ翔平、最初バントの構えだが引いて、これで初球ストライク。さあいつも通りのラガーズ1、2番であることができるのか。さあ2球目、これ打ったー、ガツンと。よいしょ、斉藤さんはスタート切っていた打球はライト後方へ、これが落ちる。斉藤さんちょっと戻ってましたが、一気に俊足飛ばして三塁へ。翔平は一塁ストップ。さあ初回からチャンスですよ。ここでバッタリはプロスター経験者、チャンスにウリュウさんが入ります。3番バッター。さあ初回で先制できたらでかいよ。これ初球はボール、よく見えてますね。ピッチャーもね、130キロ超えてめちゃくちゃいいボール投げてきてます。はい、といったところでね、本日はここまでです。果たして先制することができるのか。チャンネル登録して次回以降もお楽しみください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。